チーズバーガーとポテト美味しかったけど、ちょっとくどかったな。でもこのフルーティーミックスシェイクのおかげでさっぱりはするけど、今度来た時もこれ頼もうかな。うん、そうしよう。さてと、そろそろ行くか。あれ、アリサさんじゃないですか。あ、イブ。あら、アリサちゃん、奇遇ね、こんなところで会うなんて。あ、白崎先輩も。お疲れ様です。お疲れ様。イブちゃんと外でばったり会って、今度は店内でアリサちゃんと会うなんてね。そうですね、千里さん、なかなかない組み合わせです。せっかくですし、アリサさん、少しおしゃべりしていきましょう。え、でも私もう食べ終えちゃったけど。私たちもさっき食べ終えて帰るところだったんです。腹ごなしのおしゃべりですよ。失礼します。イブちゃんがこう言ってるので私もお邪魔するわね。でおい。イブン、こういうところ少し霞に似てるよな。フルーティーミックスシェイク、私飲んでみたかったんです。どうでした？美味しかったですか？ああ、あっさりした甘さでなかなか美味しかったよ。いいですね。今度来たら頼んでみます。そういえば、こうして3人で会うのはウサギさんを追いかけた日以来ですね。確かにそうね。ウサギを追いかけるなんてアリサちゃんも驚いたわよね。はい、あの時は驚きましたよ。廊下に出たら白い塊が何個も走ってきて、一体何の漫画だって思いましたよ。確かにおかしな状況だったわね。私は助太刀ができて楽しかったです。あの時は大変だったけど、最後にウサギを抱っこした時は暖かくていい匂いがしたわ。ああ、そうですね。独特でなんとなく落ち着くような、安心するような感じのいい匂いが。お二人の言う通り、ウサギさんはモフモフふわふわで暖かくて、私も撫でていたら幸せな気持ちになりました。確かにあの感触は癖になるよな。でも本当はあの時おたえと練習しようとしてたんだよな。おたえは最初、呼び出しイコール喧嘩って解釈してたけど。喧嘩？何のことですか？アリサさん、タエさんと喧嘩したんですか？そうじゃなくて、おたえを練習に呼び出したら喧嘩って聞かれたんだよ。放課後に呼び出されたから喧嘩と勘違いしたんだってさ。なるほど、アリサさんがタエさんに私情を渡したんですね。決闘ですね。なんで決闘しなきゃなんねえんだよ。普通に練習誘っただけだっての。冗談ですよ、アリサさん。冗談じゃないっての。まったく、時代劇か漫画の見すぎだろ。二人の会話面白いわ。いやいや、別に面白くないですよ。ごめんなさい。でもそんなことからウサギを捕まえることになるなんて本当に大変だったわね。ええ、本当大変でした。今度は走り回るのは抜きでウサギを撫でたいですよ。私たちよく遭遇するよな。え？いや、別に嫌ってわけじゃないけどさ、なんか休日に知り合いと会うと気恥ずかしい感じがするんだよ。わかんないかな、この感覚。なんていうか、親と買い物中に同級生と会うみたいな、それでそれとなく親と離れるみたいな。わかるだろ？だよな、わかるよな。って、何を一人で盛り上がってんだ私は。つか、こんなところで何してるんだよ。買い出しとか。そっか、
なんだ、結構暇なんだな。え、私の方こそ暇っぽい？ うるさい。私は買い物してたし、だから別に暇なわけじゃねえし。つか、私が休日に何しようが勝手だろ。え、その言葉そっくりそのまま返してやる。お前結構あれだな、言うよな。まあいいや。買ったもの？うん、雑貨とか本とかいろいろ。雑貨屋さんに入ったらさ、可愛い新作グッズがたくさん並んでて、ついつい衝動買いしちゃってさ。これ見てくれよ、ウサギの尻尾チャーム。ふわふわで可愛いだろ。触り心地も気持ちいいんだ。これまるで本物のウサギみたいだな。本物のウサギもさ、モフモフしててあったかいんだよな。実はこの間、学校で飼っていたウサギが逃げ出してさ、それを私とオタエとイブ、それと白崎先輩とカノン先輩の5人で捕まえたんだよ。真っ白い塊が大量に学校にあふれ返っててさ、マジでびっくりした。最終的には全部捕まえられたからよかったんだけど、みんなでウサギを追いかけてる時に、オタエが不思議の国のアリサとか言ってきてさ、のんきっていうか、なんていうか、ま、オタエらしいけどな。オタエはどんな時でもふわふわしてるから、何かしでかさないか心配なんだよな。だからこそ私たちが一緒にいてやらなきゃな。なんでもない。なんかオタエとウサギって似てね、どっちもふわふわ。あ、少し目を離すとどこかにちょこちょこ行っちゃうのも一緒か。確かに、オタエがもし迷子になってもウサギの要領で見つけて捕獲できるかもな。でも今度ウサギを触る機会があったら、その時は普通に触れ合いたいな。しばらく追いかけっこはもうごめんだよ。ん？オタエから電話だ。珍しいな。もしもし？え？道に迷った？ちょ、そこから何が見える？詳しく話してみろ。うん、うん、なんとなく場所は分かった。今から迎えに行くから、そこ動くなよ。オタエが迷子になった。マジ預言者？今からオタエ捕獲してくるわ。なんかこの展開、むしろ笑える。それじゃあな。